よろしくお願いします。お願いいたします。今回僕が撮ったミラクルシティコザって映画なんですけれども、70年代のコザのロックをテーマにした映画なんですけれども、はい、実際のコザのロックの思い出とかってどういったものがありますか？ミラクルシティコザを見てると、はい、その当時というかいろんなものがこう入り混じったような、うん、例えばその米兵がいてロックがあってハニーたちがいて、うんうんうん、いろんなそういう情景がやっぱり描かれているので、ちょうどこの、まあ、1970年代ですけど、はい、僕はまだ当時はちっちゃかったんですけどね、それともネオンギラギラで、うん、あの映画の雰囲気よりももっとこうざわざわした、うんうん、そういうなんかもう少し荒っぽい感じの雰囲気でしたね。僕はこの映画撮るときに最初に決めたのが、過去の完全再現はしないでおこうと思ったんです、うんうん、その理由としては、まあ、今回3000万円っていう決まった予算額だったんですけど、はいはい、そのもう本当に何億円とかあったらその時代考証の人とかいっぱい呼んで、その間違い探し的なその本当に時代の隅々までを描くということでできたと思ったんですけど、僕正直70年代のコザを知らない人間世代なので、はいはい、平成元年生まれなんですけれども、ってなった時になんか主人公の翔太で、過去で言ったら主人公中身が翔太で、桐谷さん演じる主人公春になるんですけど、その時になんかこう過去のコザをその何ですか、もうイマジネーションを膨らまして、その紫の方とかそのいろんな先輩方から聞いたのを膨らまして描いた方がなんか面白いんじゃないかなって、はいはい、でそれが当たってるかどうかっていうのはちょっとやっぱ当たってはないです、絶対に当たってはないんですけど、どう受け取られるか、うん、70年代を知ってる方っていうのがすごいあって、実際映画見てどうでしたか？いや僕はとても懐かしかったですよ。やっぱ70年代の雰囲気はもちろん映画からバンバン感じましたし、はい、いい場所を見つけて撮ってるなと思ってね、いろんなその雰囲気が間違いなく、はい、当時のコザの雰囲気が すぐもう入ってくるんですね。結構あれでもそういう場所、監督の頭の中にあるコザという70年代の場所を探すのって結構大変だったんじゃないですか？僕自身コザでずっと暮らしてるんですよ。でなんならもう僕沖縄市から出たことなくて、多分ここは昔のままと変わらないんだろうなっていう、もちろん現代的なもの、自動販売機とか、はいはい、室外機とかを切って撮っていくとやっぱりそこは素敵なコザの街が残ってて、はい、で映画の場合そのなんかフレームに収まるときに拠り所っていうのを探すんですよね、はい、そのただ海を撮るんじゃなくて、例えば歴史あるものが映ってたりとか、うん、そんな時にコザの場合その成功の看板だったりとか、うん、ニュースの看板だったりとかっていうのがたくさん残ってる街だなと思って、はい、なので本当にいい意味でその財産がたくさん残ってるそのまま街だなと思って、うん、そういったところなんかあったなって思ったんですよね、うん、映画を見ていて、例えばその自分が帰ってくる証に1ドル紙幣にサインをして、うん、でみんな壁に貼ったりとか、はい、今でも多分 A サインの名残を残してるお店は、うん、そういうところ結構あると思うんですよ、はいはい、あれが僕らからすると作り物じゃない、本当にその場所に、うんうん、そういう場所があってそこで映画を撮ってんだなっていう、はい、そのぐらいね、とってもリアリティを感じる場面もいっぱいありましたね。それでいうとやっぱりそのアメリカ兵、米軍の兵隊さんたちとのエピソードっていうのはこの映画には多分に盛り込まれてはいるんですけれども、うん、なんかデニー知事がそのかつてその米兵とのエピソードというかなんか交流だったりとか、うん、そういうエピソードって何かあったりしますか？僕が例えば金谷パークアベニュー、当時はまだ BC ストリートでしたけども、そこで一時期そのバンドでこう手伝って歌ったりしてる時は、割とこのバンドにフレンドリーな外人もやっぱりいるんですよ、はいはい、で演奏が終わると話しかけてきて、はい、今日あれが良かったね、これが良かったねとかいろんな感想を言いながら、でお互いにこうなんだろう、本当にフレンドリーに話をして、我々は80年代でしたから、もうベトナムのその怖さも終わり、湾岸戦争に行かないもっと手前の割とこうドヨーンとした行動だったので、うんうんうん、海兵隊員もそんなに荒くれの雰囲気じゃなかったですよね。僕らが見ていた70年代の その想像したと、90年代のちょうど湾岸戦争あたりの若い連中が戦場に駆り出されていく、そのちょうど中間地点ぐらいだったんですよ、うん、83年とか84年とか、はい、僕がバンドで歌ってるのも83年ぐらいでしたから、だから全然その荒くれているという雰囲気ではなくて、うん、むしろその頃はもう日本人のお客さんの方がライブハウス結構いっぱいしてて、はい、
外人が入る日は、月に2回給料日があるんですね、彼ら。ペイデー。ペイデー。それペイデーの週末はもうこうだったんですよ。あ、聞きますね。はい。その時はもう、おペイデーだなっていう感じがしたんですけど、平日はガラッとしてて、逆にうちの安住とか、本土からやってきた観光客の方とかがいて、はい、そういうもう時代が、その、米兵一辺倒の時代ではもうないっていう、そういう状況でした。で、沖縄市でピースフルラブロックフェスティバルが84年から始まったのかな、はい、その前の83年はピースフルラブロックフェスティバルの第1回で紫ワイナオという紫のいわゆる再結成、はい、一夜限りの再結成コンサートが恩納村のグランドパークという広場で行われて、その時は僕はまあ観客の一人として行ったんですけどね、はい、そこその翌年からそのピースフルラブロックフェスティバルが定期的に起きまして行われるようになっていって、いわゆるまたコザロックが復活していくっていう、そういう流れになっていったんじゃなかったかなと思いますね。コザロックってどういうふうに受け取ったらいいのかって、僕この映画を通して未だにまだ考えている部分があって、はい、で日時的にそのなんかこのコザのロックってどういう存在なんですかね。僕が思うコザロックというのはやっぱりその外人が聞いても見てもこう満足させられるテンションの高さとテクニックの高さ、これが僕はコザロックのなんて言うんでしょう、その真骨頂だと思います。本場のグループ、まあ本物のグループディープパープルとかレッドセッペリンとか、まあ本物見たことない、レコードしか聞いたことない、だけどレコードと同じテンションで演奏できる人間が目の前にいたらみんな夢中になりますよ。なるほど。そうするとその店には客が通ってくるようになるので、やっぱりお店としてもこのバンドにそのギャラを高くして居続けてもらわないといけない。なるほど。引き抜かれて別の店で演奏するようになったらお手上げになっちゃうから、だからなんとかこのバンドで契約という形ではないんですけどもね、高い給料を払ってできるだけ演奏してほしい。そうすると彼らも意地があるから、もっといい曲やろう、もっと感動させてやろうっていうので張り合っていくわけですよ。なるほど。そのテクニックとそのギラギラしているお互いのこの、もう本当に張り合っているっていうテンションが僕はコザロックの醍醐味だろうなと思います。なるほど。だからたとえ自分たちのオリジナルはなくても、その曲のコピー、バンドによってまたどういうグループ、どういうタイプの曲をコピーするかっていうのが違うんですよ、はい、ジョージ・紫さんがいる紫はジョージさんがものすごいキーボーディストですから、だからディープパープルとかイエスとか、はい、そういうプログレッシブなテクニックがもう試されるような、はい、もう曲でもうバシバシやるんですね。かたやコンディショングリーンのようにもうパフォーマンスとギターで、見せるようなグループだと、逆にアメリカンスタイルのロック、ロックンロール、やブルースをベースにした、テンションの高いバンドの方が、海兵隊には好まれるとかですね、インテリジェンスな空軍とか彼らは紫を聴きに行くとかですね、エアフォースのみんなとか、そうやっぱ未だにそのいわゆるその舞台によっての住み分け文化の違いっていうのがあるっていうのはやっぱ聞いてはいたので、はい、やっぱ実際経験したことある方から聞くとすごいですね。やっぱりそこもそれぞれの、やっぱりそう自分たちの、縄張りというか、はい、そういうカテゴリーで、競ってる感じがしました。いろんな意味の競い合いがそのコザのロックのなんだろう、こうテンションの高さにもなっていたし、また危なさにもつながっていたと思うんですよ。あ、やっぱりそれだけもう明日は、はい、戦争に行く連中とこう演奏してると、勝手に彼らがそこで喧嘩始めるんですね。で喧嘩始めると楽器とか店の、椅子とかテーブルとか投げ合って被害が来るもんですから、はい、もうバンドメンバーも喧嘩が強くないと、はい、止められないんですよ。ガタイが大きい喧嘩慣れしてる、訓練を常にやってる連中止められないんです、ね、だからボーカルなんかマイクスタンドでガンってやってるとか、そうしないと彼らに勝てなかったっていう話を聞きましたから。なるほど。だからそういう危なさも含みつつのテンションの高さが70年代のコザロックだったんだろうなと思いますね。蔡陽一監督の A サインデイズってご覧になって、はい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 、あれとかものすごいピリピリヒリヒリしてるじゃないですか、はいはい、あれはやっぱ結構近いんですかね。あれ多分あの感じかなという雰囲気ですね。でも A サインデイズも
あれはキャンマリーさんが主人公ですよね。はい、はい、おゆき、おゆきさん、ゆきおさん、はい、僕もおゆきさんに可愛がられた一人ですから。あ、本当ですか。だからおゆきさんがある意味で言うと、その本来のその沖縄ロック、コザロックの、うん、まあ創設じゃないんですけども、最初の世代ですよね。はい、ああ、なるほど。おゆきさんとかかっちゃんとか、うん、そういう人たちが最初になって、その次に、ジョージとか清正さんとか、下地さんとか、健生さんとか、うん、で年下なんだけど同じ位置で演奏していたのがこうちゃんとかちびとか新規とか、そういう年代は違うんだけど、またその熱い世代がそのコザロックの英雄たちなんですよね。台本になってる皆さんですね。そうですね。なるほど。あの実話で書かれても、はい、その通りでしたというような、いや熱い時代の方々で、今回この映画に盛り込めない人といっぱいありました。そのぐらいやっぱりその張り合ってたと思いますよ。かたや戦場に行くその米兵たちと張り合い、はい、でバンドマン同士で張り合い、はい、でそういういろんな意味でのそのやっぱ緊張関係みたいなものが半端なかったでしょうね。だからもう終わったらもう酒飲んだり、もう本当に好き放題遊びまくったりっていう、そういうことがもう、まあそれが、ね、なかったら逆にあの時代のバンドマンの方々って持たない、精神的に持たなかったかもしれませんね。結構じゃあ刹那的に生きてたんですね。そういう、はい、話をたくさん聞きました。ジョージさんだけは真面目で、はい、あの女の子と食事してすぐ帰ったって言われましたけど、はい、昔からあの性格変わらなかったですね。変わらない、優しい感じ、優しい感じで、はい、やっぱりこう知的な感じであまりその羽目を外さないような感じですよね。本当に優しい。この映画あのミラクルシティコザって映画が、まあ、70年代のコザを描いているんですけれども、現代のコザ、そして過去のコザというふうにタイムスリップでちょっと、うん、はい、あのコザの街を描いた映画なんですけど、あの今後ですね、沖縄市というかコザの展望ってどのようになっていくとお考えでしょうか。あの実は正直言って、はい、この映画 の, そのエンディングの部分ですよね、はい、ミュージックタウンで、はい、ここを開発する業者の親分が、はい、あの日賀さん、はい、しんちゃんで、はい、しんちゃんがやめろと止めに来たのにドラム叩かされるという、はい、ああいう雰囲気が非常にいい感じだったんですけど、はい、やっぱりそこにコザにはもう何もないと、うん、もうここは再開発するしかないみたいなのって、はい、あのそういう何だろう、こう寂しさっていうのは確かに今のコザを見てると感じざるを得ないなっていう感じがするんですね、うんうんうん、だけど逆に僕はあのそういうコザだから、うん、フィルムツーリズムの推進事業の一環として街並みをもうそういう街並みにして、で今はもう e コマースでインターネットでどんどん物のやり取りができる時代ですから、お店で販売しなくてもお店の構えはお店にして、実はもうインターネットで販売すれば商売として成り立つと思うんですよ。その代わり行政が、まあ、もちろん沖縄県も沖縄市も協力をする形でこの街並みを、例えば看板とか、うん、ハリウッドみたいにその手形、うん、有名人の手形を、はい、そのしている一角があるとか、うん、そういうふうにもうここはここの街並みで、街並みをその70年代の、コザの街を保存するような、あ、街並みの保存地域にして、ね、はい、もう作ってしまった方が、なるほど、僕はある種あの呼び込めると思うんですね。ですからその通りだけには、両替所を置いて、うんうん、円もドルも両方使えるという形にして、うんうん、で円のレートもこう上げ下げがありますから、はい、それはもう、1ドル100円見てもう、うんうん、簡単にして、はい、その上の例えば12円とかはあのその基金を作っておいて、基金に半分は、寄付をして、うんうん、半分はマージンとして、そのバックアップしていくというふうな形にしたりとか、やっぱりどうしてもあの70年代の雰囲気、まあ、平監督はずっと沖縄市にいらっしゃるので、うんうんうん、はい、どこを歩いてどの角度で見れば、うんうん、あ、コザの雰囲気になるっていうのは分かっていても、はいはい、なかなかそれをこう探して歩くのも、あ、あの、ね、なかなかできないと思うんですね、はいはい、あの今沖縄市さんの方でその、ミラクルシティコザの撮影場所をガイドマップ、はい、ガイドマップにして、歩いていける、まあ、これはあの、いわゆる聖地ツアーみたいな、そうですね、そういうのがあるじゃないですか、はい、
それが聖地ツアーができるポイントと、もう街並みそのものがどこをどう撮ってももう映える場所をもうそこなんだっていうことにした街並みの作り方をしていくのも僕は逆にいいんじゃないかなと。戻ってしまう、いっそのことを昔に戻してしまう、あの頃のもう時代に戻そうということが、はい、沖縄でここで新たに再生しましたという方向性で街づくりを検討するのも、あの僕は全然ミラクルシティ小山を見て ありだなと感じましたね。僕前に働いてた会社がすぐそこのデパートリュボーなんですけど、あ、はいはい、あのそこでいた上司の、上司というかもうボスの糸数社長に、はい、あの過去の歴史は変えられないからどんどん価値が上がっていくんだよということを言ってもらえて、ええ、この映画のプロットを、それはすごくこの映画のテーマになっててですね、はい、今あの知事がおっしゃってたことって、なんか僕その京都とかいろんなもうすでにある文化遺産で保存されている場所のなんかお土産屋さんとかってそこで売ってるから通販でも欲しくなるっていうことなのかなと思ってて、はいはい、なんか今のコザのあのいわゆる e コマースだったりとか、その全てがやっぱりアンテナショップ化していくというか、はいはい、それはすごくいいなっていうふうにやっぱり今住んでる身として感じました。はいはい、実際にあの、はい、なんていうんですか、あの空港通りにあるゲート通りにある、はい、バスケットボールのショップは、あの本土の高校生たちが、はいはい、あのなんかその調べてそこにそのネットで申し込むんだそうですよ。ですもう要するにサイズがアメリカンサイズなので、はいはい、ああダボダボのやつ、そうそう、ダボダボのやつが着たいっていう子どもたちはそこに注文するんだそうですね。なるほど、だからそれも売りだと思うんですよ。コザの店で買ったんだよっていうことが、まあ、一つそのブランディングになるようなっていうところも出てくるでしょうね。そう、そういうあの文化を私は逆に、はい、あのコザでどんどん作っちゃってもいいと思うんですよ。ここにしかない、はい、でそれをどんどん展開していくことによって、はい、もうコザに行ってこれを現場で買いたいという、それを街を見ながらここでこれを買ったんだぜっていうことがどこでも買えるし、はい、インターネットでも買えるけれども、やはりここで買ったんだということがこのお店のビニール袋に入っているその商品を持って歩くのがいいですね、やったっていう、いいですね。僕はあの海外に旅行に行くと、はい、ハードロックカフェを探すんですよ、はい、で必ずあの T シャツとか何か一つお土産を買うんです、はいはい、そうすると必ずそこのハードロックカフェの、例えばハードロックカフェ、マニラとか、うーん、ハードロックカフェホノルルとか必ずビニールにプリントされてるんですよ。このビニールも絶対捨てない。なるほど、ペナントみたいですね。取っておくんですよ。だから僕はこのフィルムツアーのその良さというのは、はい、そういうところもその織り込んでいきながら展開していけるあの街づくりだし、そのレガシー、そういうものを作っていくものにつながると思いますね。私実はこの間も、はい、あのサザンプレックスに、はい、また見に行ったんですよ。あ、本当ですか。本当にありがとうございます。あの去年12月に拝見させていただいた時も感じたんですけども、はい、2回目見る時は今度はこの全体ではなくて役者さんの演技とか、あのこの場所の持っている魅力とか、うん、映り込んでいるんだけども違和感がないものとか、うんうん、さっき監督がおっしゃったその看板にしろいろんなものにしろ、そうですね、はい、はい、あのバンドメンバーがたむろしていたホテルライカム、はい、の屋上から実は奥に最近建ったマンションが映ってるんですよ。映ってるんだけど違和感がないんです。うん、あれ消そうか迷って消さなかったんですよ。 あれね全然違和感がないんですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、だからよかった。あれあるみんなで話しててあれはどうする、うん、あるんじゃないですか、あのぐらいの高さの、いやないだろう、いやもういいっすよそのままでって。そうそうそう、なんか70年代と考えれば、はい、あのぐらいの高さの建物はあってもおかしくないな。実際はないですもんね。実際は、はい、あれはあのライカムができて、ライカムができた後にできたマンションですから、本来あそこは丘陵で何もないんですけども、はい、逆に丘陵で何もないよりあれが建っていると、はい、なんとなく60年代じゃないんですよ。あ、70年代の雰囲気がするんです。あ、要はそう、あのコンクリートの建物があまりにも更地だとってことですね。そうそうそう、60年代は更地すぎて、うーん、もうあのなんだろう、コンクリートの建物ではなく、まだあの表は
コンクリートなんだけど裏に回ったら登山屋ね、うーん、そういうハリボテ的なバーがいっぱいあったんですよ実は昔僕が住んでた近くの、あの与那城に住んでた時に表から見ると、はい、わすごいって思うんだけど横から見たら実はトタン屋根で表だけでも門構えだけが派手でネオンサインが派手で街並みって保存していくということの苦労は大変だと思いますけれども、でもその街並みを残したいからということで例えばクラウドファンディングも昔はなかったけど今はどんなものにでもクラウドファンディングをつけることができますし、それが例えば看板一つ作るのにクラウドファンディングします、あの何ですかビニール あのくるくる巻き取るこのテントがありますよね、はい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 、これ一つつけるのにクラウドファンディングしますってパラ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 と降りてきたらここに懐かしいノスタルジックなバイアリースという文字があったりとかですね、はいはいはい、なるほど、そういうものも多分おそらく今はあの遊び感覚で街づくりに参加をすることができるツールが増えたんだと思います。確かにいろんな全国の人が応援するコンテンツというか、そうそう、僕そのやっぱゲート通りもそうですけどネオン看板を今の人たちがお店の人たちがやっぱどんどん出してほしいなって思ってるんですよね、はい、ネオン看板が夜欲しいなと思ってやっぱり、ね、そうですよね、白前町にアビーロードっていうコーヒー屋さんがあって、はい、アビーロードあるんですか、アビーロードっていう名前の、まあ、ビートルズファンの、はいはいはい、オーナー なるほど、でそこで自分で豆をひいてコーヒーを焙煎して美味しいコーヒーを出してるんですが、彼もミュージシャンなんですね、でそのアビーロードの看板が三角看板なんですよ。ああ、なるほど、あの風をよける。そうそう、風をよける沖縄独特の、はいはいはい、この平たい看板だと台風の時に壊れてしまうから、はいはいうね、台風に強くてどこからも見えるこうなってる、そう、張り面の三角になってるね、その看板が、はい、そのこの坂道なんですけど、はい、通りを照らしてるわけですよ。ああ、なるほど、だから一つの看板がつくことによってそこにあの懐かしさと、うん、なんていうかこう人を引き寄せるものがこう、うんうんうん、できるじゃないですか。間違いないです。だからおそらくコザという街の魅力は僕はこの映画ミラクルシティコザを通してやっぱ感じたのは、いっそのことそこまで開き直った方がいいんじゃないかなと思ってなるほど、そう開き直っても、はい、そこにしますと、はい、この一角はそこにします、うんうんうん、ただしあの昔みたいなこうちょっとデカダンスな大敗的な街ではなくて、うんうん、健康的なヘルシーシティ講座にしますって言って、まあ、いいとこ取りですよね。表はミラクル、中はヘルシーみたいな感じにすると非常に僕はその現代的な思考にもマッチするだろうなと思うんですね、はい、だから2度目に見たミラクルシティ講座はある意味そういうところをあのなんだろう探求しながら楽しめましたね。でもやっぱりありがたいことにものすごくそのオーシャンとかものすごいやっぱりミラクルシティ講座見てくれた人が写真撮ったりとか実際お店入ったりとかやっぱしてくれてたので、講座の映画撮って実際街の人がこのロケ地巡りしてるの見ると本当に嬉しかったですね。なのでやっぱ街の形があの映画で多少残すことはできたんですけど、まあそこからまたちょっと過去に街自体がタイムスリップしていくっていうのは面白い現象だなって思いますね。面白いと思いますね。僕らも当然向こうでよくそのなんていうんですか、あの T シャツ買ったりキャップ買ったりしてましたし、はい、あの質屋さんが昔たくさんあったんですよ。ああ、ポーンショップ。そう、ポーンショップ入れて七鍋のギターとかが並んでると、ああこれ欲しいなとかよく見に行ったりして、でお店の兄ちゃんにちょっと触っていいとかって言ってこう触ったりしてたんですけど、だからそれも一つの文化だったんだと思うんですね。七鍋品飾って、はいはいはい、ギターがあったり三線があったりいろんな指輪とか、はい、アクセサリーとか、はい、そういうのがあったりして、それもまあもう仕方なくいわゆるまあ質屋に質草として入れて、はい、金借りて結局あの取りに行く金がないからそのまま質流れになってそれを表に出して売って、はい、まあ、そういう循環だったと思うんですけども、はい、結構それもあの時代はあの楽器屋さんに行くと新品の楽器で結構いい値段したので、はい、割とこの お金のない少年たちにとっては、うん、その入門編の機材を買う場所としては僕はあの結構そうです、ね、うん、あのお役に立ってらしたんじゃないかなと思いますね、うん、しかも本場のミュージシャンたちも流してたりしますもんね。そうそうそうあの時は
あの沖縄ドックの先輩方も、はい、借りたものをそのまま流してたという話もよく聞いてますので、今もあのポーンショップ、なんか映画のセットみたいなポーンショップまだ残ってるんですよ。残ってますよね。そういう魅力をね、僕は消す必要はないんだけど、ただそれで生りわいとして続けていくにはやっぱりなかなか厳しいものがあるので、はい、それを持っていてくれる方に対するサポートみたいなものをね、例えば映画を通したり、はいはいはい、我々はその情報発信もしたり、はい、いろんな形で、まあ、政治ツアーも組んだりして、ね、人の流れが出てくると、はい、あのやっぱりそこが何て言うんだろう、新しいものを呼び込んでくると思うんですよ、はい、やっぱり人がいるというだけで、あ、ちょっと商売できそうだなと思うと、この町ではこういうものに限定してお店を開けていただくということになっていますので、はい、以下の中からお選びくださいって言って全部70年代のものばっかりというこういうお店だったらサポートしますという、はい、なるほど、そうですね、そういうのでも楽しいと思いますけどもね。なるほど、それはめちゃめちゃ素敵ですね。面白いと思いますね。それ残そうとする人たちにサポートっていうのは、まあ、僕もやっぱりコンテンツでサポートできるし、はい、女性側としてもその情報発信でっていうところは、はい、みんな望んでいるところだろうなとはやっぱり思います、ね、はい、やっぱり沖縄を取りに来る方々にとっては、はい、こういう場所があるということが、その沖縄のいわゆる特に鉱山のチャンプルー文化、はい、あのアメリカの文化があり、インドの文化があり、中国の文化があり、そして日本の文化があって沖縄の文化がある、いろんな国や暮らしのその混ぜこぜが料理にあったり、売られている商品であったり、はい、あるいはそのテーラだったり、あのインドのボンベイ、インド人の、ね、テーラーとか、ね、そうそうそう、だから名前からしてボンベイテーラーですから、そうなんですよ。だからそういうものがあり続けるということの魅力をね、はい、あの私たちはもっと大切にしていかないといけないと思うし、これからも平監督にはそういうあのいろんな、はい、あのそのルーツをテーマにした作品をたくさん作っていただきたいと思います。はい、もう大いに期待します。まあ、嬉しいです。ありがとうございます。はい、はい、あのこれからもいい作品作れるように精進します。はい、ありがとうございます。あの私たちもしっかりサポートしていけるように、ありがとうございます。頑張ります。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。わけど。ありがとうございます。